山競馬場、今日のメイン第11レース、重賞競争第45回福山桜花賞、サラブレッド系4歳以上オープン、2250メートル戦に出走馬10頭です。ユーガットテイスト、ゲットワンダー、グラスレジェンド、成田チャレンジ、クラマテング、フレアリングマリー、ストロングジョイス、グラスビクター、サマースピード、期待せシャトルの10頭です。4コーナー後方での枠入り、残り2頭目から今、フレアリングマリー6番ゲートに収まって、枠入りはどうやらあと1頭です。福山市内の桜は散り始めましたが、福山競馬の桜は集まった精鋭10頭がこれから咲かせます。10頭枠入り完了。スタートしました。綺麗に揃いました10頭です。さあこれから先行争いとなりますが、まずは真ん中5番のクラマテング、外6番フレアリングマリー、あとは外7番ストロングジョイスも前と上がっていきます。さらに内を見ながら10番期待せシャトルも先行勢の一角、あと内2番のゲットワンダーがいて、その後に8番グラスビクター1コーナーカーブ、その後ろ中段に9番サマースピードと続いています。後ろ3投目、3番グラスレジェンド、あとは4番成田チャレンジが続いて、最後方から1番ユーガットテイスト、向こう上面に入ります。5番のクラマテングがペースを作ります。リードは1馬身。10番期待せシャトルは2番手です。あと1馬身少し間が空きました。2番のゲットワンダー3番手。2馬身ほど間が空いて、外目を通る6番のフレアリングマリー。内には9番サマースピードで1度目の3コーナーカーブを迎えてまいります。その外には7番ストロングジョイス、あとに8番グラスビクターが続いて、その後ろ3番グラスレジェンド、4番成田チャレンジ、1番ユーガットテイスト、依然として最後方で、正面スタンド前直線コースに各馬が入ってまいります。5番のクラマテング先頭ですが、リードが少し縮まってきます。10番期待せシャトル、じわっとではありますが差を詰めてまいりました。あと1馬身ほど間が空いて、2番のゲットワンダーが続いています。その外からは7番ストロングジョイス、8番グラスビクターが動いていってゴール板前を通過していきます。5番のクラマテング先頭ですが、リードが首ほどになってくる。10番の期待せシャトル2番手、外から動いていった8番グラスビクター3番手、そのうちから9番のサマースピードも3番手に取り付いて2コーナーカーブ。あとは2番のゲットワンダーがいます。あとその後ろに7番ストロングジョイスで向こう上面へ。1馬身半差6番フレアリングマリー。直後は3番グラスレジェンド。そして1番のユーガットテイスト。4番成田チャレンジが最後方に変わって。5番のクラマテング先頭でゴールまで600を切りました。リードがまだ半馬身あります。追う8番グラスビクター2番手。その後ですが、9番のサマースピード内から腰タンタン。外の方から2番のゲットワンダーも接近して3コーナーカーブを迎えます。5番のクラマテング先頭で3、4コーナー中間。外並んでいくのは8番のグラスビクター、さらに内を狙って9番サマースピード3番手、あとは2番のゲットワンダー、後ろからは1番ユーガットテイストも追い込んできた。前は4コーナーカーブ。5番のクラマテング先頭直線コースに向きました。外8番グラスビクターが並ぶ。内からは9番サマースピード、さらに2番のゲットワンダーあたりだが、先頭5番のクラマテングを内から9番サマースピードがかわす。8番グラスビクター、先頭サマースピードゴリ、2番手8番グラスビクター、5番のクラマテングは3番手でした。勝ったのは9番サマースピード。岡田義継騎手。桜の季節にサマースピードが栄冠を勝ち取りました。2番手は8番グラスビクター。逃げた5番のクラマテング。4連覇ならずの3着。その後は2番のゲットワンダー。4番手に続いて、追い込んだ1番ユーガットテイストが5番手でした。サラブレッド系4歳以上オープン2250メートル戦、重賞競争第45回福山桜花賞、レース確定まで勝ち馬投票権大切にお持ちください。第11レース、到達順位をご案内いたします。1着9番サマースピード、2着8番グラスビクター、3着5番クラマテングです。各テーマでもうしばらくお待ちください。次の12レースは10頭立てです。副賞式は3着払いでございます。なお、無投票により特払いになることもあります。
お買い求めの勝ち馬投票券はレース確定までお捨てにならないようお願いします。